じゃダメ、凶暴じゃないと。言い訳しても無駄よ。よこして。もしもし。うん、酔って外で寝てたの。ありがとうおばさん。親切で止めてくれたとしても、服も着させてくれないの？痴漢。昨日はありがとう。二部屋も使ってるの？ああ、私は夏美。連絡先は教えたからLIKE登録して。連絡して。バイバイ。
のし。早く行って。ちょうど今新しいインスピレーションが湧いてるの。早く行って。ちょうど今新しいインスピレーションが湧いてるの。その大家さんから出てってくれってお願い。しばらくの間止めてくれない？よかった、ほんといい人。ごめんね、私いつもそそかしくて。久しぶり。どこへ連れてってくれるの？わあ、すごい！とっても刺激的。おかげさまで、ありがとう。
資料は全部準備したから、ちょっと事務所に来てくれ。え？どっか行くの？ああ、残業？私自由業でよかった。好きな時間に働けるし。私？私は漫画家よ。ネットで漫画の連載をしてるの。いってらっしゃい。もしもし、早く行って。ちょうど今新しいインスピレーションが湧いてるの。Thank you.
わよ。あなたに会いたいです。ずっと卒業できなきゃいいのに。そしたらずっと学校にいられるのに。でも引っ越さなきゃ君とも出会えなかったよね。本当にありがとう。少し興味が湧いてきたわ。もしもし。あなたから電話くれるなんて意外ですね。編集が原稿をせかすの。でも何を書くか全然思い浮かばない。イライラする。いや、やめた。そうだ、君を書いてあげよっか。私上手なのよ。そうなの？明日は？
決まり、絶対よ。明日は私が予約済みだからね。やっほー、こんにちは。あー、すごい、とっても刺激的。楽しかったね。すごい、とっても美味しい。こんなに料理上手なルームメイトがいてすごく幸せ。ほらほら、シェフ座って食べよう。Thank you.
もしもし。あなたから電話くれるなんて意外ですね。もしもし、早く行って。ちょうど今新しいインスピレーションが湧いてるの。気にして。早くあなたに会いたいです。